特に日本人には不向きですね、はい、発行されてようが何しようがそのだから、その中に入ってるあの栄養素のミネラルの成分っていうのは基本的には変わりはありませんの で牛乳から考えればいいだけの話ですね。で牛乳の場合何が問題かというとまずだからその骨を弱くするとかよく言うんですけど牛乳は骨強くしません、弱くする、はい、でなんでカルシウム入ってるのに弱くするかっていうとマグネシウムが全く入ってない。でそれでもう一つはリンが多いということです。そうするとこれ脱灰っていうあの脱力の脱に入って書いて脱灰って言いますけどあの骨の中のカルシウムイオンを血中の中にもう盗んできちゃうのでむしろだから骨の中のカルシウムね、あのまあ溶けちゃうという言い方がいいかどうか分かりませんけどそれで、骨粗しょう症というか骨が薄くなりやすくなる、はい、っていうことは科学的に分かってる。でも、それ骨ぐらいならまだいいんですよね、それよりも牛乳の問題とかヨーグルトの問題っていうのはあのまあ今振りとホルモン剤とか抗生物質とかワクチンね牛脂とかいっぱい来てますから、そういうものの毒物がそのままヨーグルトにも牛乳にも全部入り込んでます。はい、でそれらがそのまま吸収されて入ってくるという形になりますのでヨーグルトであると牛乳であろうと、非常にですね例えばがんとか難病の発症率が著しく高い、はい、性腺の例えば乳がんとか、子宮がん卵巣がんあとよく言われているのは大腸がん、そういうものが著しく高いということが分かっていてあと他にも、ヨーグルトでも何でもそうですけどあの日本人っては特に乳糖不耐症ほとんどですから、はい、乳糖を分解できないんですね。はい、3歳ぐらいだったかな、2歳か3歳かちょっと忘れましたけれどもそのある程度の幼児期を過ぎるとその乳糖を分解するための酵素が人間のこの中からなくなる。これは日本人一番多いです。8割ぐらいの人はそういうのを分解することはできないので牛乳がなんか少々栄養素を持っててもそれを吸収することが基本的に非常にできにくいっていうそういう構図も持ってます。でそのくせには腸の中でいろいろ悪さをするので腸の中炎症を起こしたりとかいろいろして、その結果腸の中のあごめんなさい牛乳の中のいろんな悪いというかですねそういうタンパク質なんかを無理やり腸の壁を通り越して吸収させるようなそういう動き方をします。これ今の栄養学の考えではリーキーガット症候群というそういう言い方なんかもします。だから牛乳なんかはアレルギーの源になるという言い方をされますね、はい、なので、まあ、ヨーグルトであれ何であれ、はい、僕は基本的に日本人は最も世界で一番向いてない、はい、で逆に言うと遺伝子的にずっと牛乳なんかで生きてたような例えば鉱山の下にいるような民族っていうのは牛乳とか例えば羊の乳とかないともう栄養素あるものが少なくて生きていけない時もあったんですね。だからそうすると自分の中の腸内の環境とかをその遺伝子とかを変えてきたっていうそういうやっぱりその細胞学的な歴史がある。そういう人たちは比較的その牛乳とかその動物の乳なんかもうまく活用できるという要素が遺伝子的にはあるのかもしれません。ただ日本人は全く牛乳飲んでなかった民族なので、はい、全く向いてない。もうだからこれは全てその戦後 あのアメリカの牛乳を売り込みたいっていうその、ね、歴史の中で刷り込まれたものなので本当日本人は牛乳一番世界で最悪に向いてない民族だと思います。はい、だから全くいらないっていうふうに僕は思いますけれどね、はい、だからもうもっと延長して言えばチーズだってバターだっていらないんだけど、まあ、バターぐらいはねあとチーズもちょっとワインのつまみにっていうぐらいならまだいいかもしれませんけど、はい、基本的にはその健康食品だと思って飲まない。牛乳なんてもう毎日飲んでるなんてもう全然体はむしろそれによって壊すというふうに思ってた方がいいとは思います。